はい、こんにちは。レックチャンネルです。今回は昨年に和歌山に遠征に行きました釣りの動画と写真を、解説付きでお送りしたいと思います。今回初めての、挑戦なのでちょっと聞きづらい面とかあったらご愛嬌ください。まずとりあえずこの船がハイドロスポーツ42ヤマハ350馬力4機掛けの、巡航で35から40ノット出る、まあ、モンスターマシーンですね。これで昨年の夏和歌山遠征ということで、佐島を出まして朝の4時に出港して向かいました。はい、そしてね、横浜からね和歌山まで船で行くってそれどんだけ時間かかるのって多分皆さん思うと思うんですけど、距離的にはね約250マイル、まあ距離に言って470キロぐらいなんですけど、まあ、これがですね燃料がまた恐ろしく、これね廃屋仕様のガソリンなんですけど4機ついてるんで、ガソリンタンクの方も、約2000リッター、まあ、2キロですね入ります。それで時間1時間あたり巡航35ノット約時速65キロ前後で1機あたりですね50リッターですから4機あるんで1時間で200リッター燃料食いますね。ということで、まあ、速度も恐ろしいんですけど燃費も恐ろしいというね。でこの写真が今ですねちょうど7時半3時間ちょっと経ったぐらいなんで、今遠州灘を爽快に飛ばしてる写真です。そしてここで今ですね130マイルぐらい走ったあたりで、燃料がですね、まあ、すっからけっちになるとちょっと怖いので、鳥羽マリーナに入って給油をさせてもらいました。でですね、まあ、ここもですね燃料ちょっと確認しておかないと、マリーナで の保有燃料というのもねそんなに2000リッターを備蓄しているマリーナもなかなかないもんですから、やはりこういったのも、出航前にですね確認して、まあ、この時は鳥羽マリーナさんにお世話になったんですけど、燃料の段取りもしてます。そして、まあ、何事もなくですね夕方、約11時間後かな、4時に出たんで、夕方3時過ぎですねに和歌山の、南紀白浜シータイガーマリーナの方に、到着しました。そしてねこれで今潮抜きをして翌日の釣りで準備をしております。はい、ということでですね翌日地元のカジキトローリングの先輩に場所を聞きまして、ポイントですね、この浮き魚礁、まあ、すぐそばなんですけども、あの魚礁の周りではもちろん釣りはやってはいけないので、まあ、このポイントに潮が入っているとそのベイトを食べに、まあ、魚礁の下に小魚とかいろんな魚がいるもんで、釣れますよということで教わったので朝一番で流しに行ってみました。ですけど待てど暮らせど、まあ、食うのがシイラとか沖ザワラばかりでですね、なかなかカジキの反応、途中何度か食いには来たんですけども、やはりなかなかフックアップしなくてですね、見てくださいこのクルーのみんなの暇そうな顔、まあ まあ、こんな状況なので、じゃあちょっと方向性すぐ変えようということで淡路島の方に平場、今流行りの平場ですねをやりに行こうということで変更しました。はい、そしてですねトローリングポイントから一気に北上しまして、淡路島、南淡路島の沼島の横ですねまで移動しまして、ポイントで平場をスタートしました。で、まあ、ここで株式会社ポンツーの山田さんにお 手ほぼどお聞きいただきまして、順調にタイの方を釣り上げてみました。まあ、この時ですねちょっとサイズがそこまで大きくないんですけど、でもご本人皆さんねすごく楽しそうにこう釣られていて、でこの後ですねサイズアップするだろうという予測でちょっと粘り強くここで2時間ほど釣りを続けてみました。お、小松さん感想は？はい。いやもう最高です、ありがとうございます。一瞬素が出てめちゃ今素でした。はい。ちょっと一瞬素でしたけど、まあ、満面の微笑みで。すごく喜んでいただけたんでよかったかなと思います。でもね結構いい方ですよね。でこの後ですねまた本命の小さいのが釣れるん で、ね、ちょっとしばしご判断ください。開けちゃうか。おお、来そうだ。まだまだです。
とラインが見えてきた。お、でかい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 。お父さん、こっちこっち。よいしょー。でけえ。いや、やっぱり違いますか。60行きましたわ。え、ほんと、うわ、でかー。60ありますわ。でけえ。やっぱりね、先生持ってるんだね。噛みってる。口危ないですね。うわ、顔、口でかっ。よし、こっち。おー。めっちゃ出るよ。はい。よし。いやー、どうですか、これ。60センチオーバーって。なかなか釣れないですよね、こっちの方でも。もうね、ほんとすごい喜んでいただけて、まあもちろん先導してもらった山田さんもね、すごい、いや、うちのここの南淡路、三島の鯛は忖度できるなぁなんて、ふざけて笑ってますけど、どうですか、これ、大きなやつさん、もう顔がね、真っ黒、ほんともう一気の、もうこの主ですよね。で、これをですね、早速持ち帰って、シータイガーマリナでお作りにしてもらいました。これも見てください、この大きい、まあでも身がプリッとしてとっても美味しかったですね。はい、まあこれ山田さんも記念撮影で、これインスタ映えかな的な感じで写真を撮られてましたけど、まあこんな形で和歌山遠征、まあ1泊2日の旅ではあったんですけども、まあすごく面白おかしくですね、まあちょっと片道道中距離は長いんですけども、夏の思い出になりました。